それはやがて新しいゲームの誕生へとつながっていく。今から一月ほど前、俺たちゲームプレイヤーだけではなく、世間を騒然とさせるゲームが突如発表された。そのゲームの名はソードアート。 SAO と名前が似ているだけではなく、ゲームデータも SAO からの移植とあって誰もが驚きをあらわにした。かつて4000人もの犠牲者を出したデスゲームに酷似したもう一つの VRMMO。 当然のように世間からは批判の声が上がるが、それを抑える手回しがすでになされていた。安全性を打ち出しているアミスフィアの使用と、政府機関による運営会社の監視、さらには開発協力としてセブンが名を連ねていた。このゲームの真の目的はフルダイブ技術の発展のため、さまざまなデータを取ることらしい。その上でセブンの開発協力は世間の批判を払拭するためだけに起用されたのだと自身が話していた。それでもあえて何も言わず協力したのは、フルダイブ技術の可能性を追い求めるためだという。新作発表の騒ぎが徐々に落ち着きを取り戻した頃、俺たちはセブンからオリジンのテスターとして招かれる。俺や SAO で共に戦い抜いてきた仲間たちは悩んだ末にテスターとして参加することを決めた。それはセブンと同じくフルダイブ技術の可能性を追いたいという気持ちが確かにあったからだ。俺たちにとってもう一つの現実。そこで互いに気づいた思いを否定しないためにも、俺たちは前へ進まなくてはいけない。こうして俺たちはオリジンのクローズドベータ初日を迎えた。クローズドベータが開始して2日目、今のところおかしなことが起きている様子はない。だとすると昨日のあのメッセージは何だったんだ。アインクラッドは SAO の部隊の名前であって、このゲームの部隊はアイングラウンドだ。現実性融合ネットワーク、アクチュアリティインテグレーションネットワーク、その頭文字を取ってアイングラウンドと名付けられたらしい。もちろん多少なりと影響を受けているだろうけど、少なくともアインクラッドという名前じゃない。それから送信者の死。このメッセージを送ってきたのは一体誰なんだ。おーい、聞こえてますか。あ、ようやく気がついた。ああ、フィリアたちか。さっきから声をかけていたんだけど、道の真ん中で麻痺毒でも食らった。難しい顔していたけどどうしたの。Test, mic test, mic test. Not to be a downer, but I thought she was dead. I thought you could die because she had AIDS or something from a blood transfusion. This game story is all jacked up. I'm sorry. Just a thought. それよりも今日は3人とも来られたんだな。昨日はどうしても外せない用事があったのよ。本当はみんな揃ってゲームを始めたかったけどね。仕方ないさ。逆に昨日はいたけど今日はログインできない人もいるし。シノン、もともとは SAO のプレイヤーではなかったはずが、ゲームに不具合が生じた際に運悪くログインしてしまった。精神的な治療を行っていたという話は聞いているが、彼女の過去に何があったのかは物おじしない性格で、冷静な判断に助けられたことがたびたびある。頼りになる仲間の僕も
昨日は病院の検査でさ、体を休めるように言われてたんだよね。今日は来ても大丈夫だったのか？バッチリ、思い切り遊んでもいいって言われたよ。よかったじゃないか。でもゲーム開始直後は勇気エール王では抜群のバトルセンスを持っていて、周りからは絶剣と呼ばれている。彼女の強さは長期間のフルダイブが関係しているが、その理由は後天的な病による終末期入りを。幸いなことにアスナや俺たちと出会ってからは容態も安定し、仮想現実の世界であってもやることが多いなんて楽しみだよ。昨日来られなかった分頑張って取り返さなきゃ。にしても本当に SAO そっくりだね。まだ街の中しか見てないけど。懐かしいだろ。けどところどころ調整もされていて、店の数や種類も変わってるんだ。へえ、それは探索のしがいがありそう。フィリア、 SAO のプレイヤーだった彼女とはホローエリアという変わったところで出会った。本来はプレイヤーが入れない秘匿エリア、そこに囚われたフィリアと脱出するため共に戦い続けた。当初は警戒心をあらわにしていた彼女も、今ではこうして仲間とも打ち解け、本来の明るい性格を見せてくれている。ここが SAO でも最初に来る街なのよね。こんなところだったんだ。シノンが SAO に来た時はリーファと同じくデイモンがおかしくなった後だったもんな。76層より下には行けないって言われね。自分があのデスゲームにログインしちゃったって理解した時は本気で焦ったわよ。ダイブしちゃったのは完全に事故だからな。あの時シノンに出会えてよかったよ。それこっちのセリフじゃない？え、そうかな。じゃあお互い出会えてよかったってことでいいわよ。私はやっぱりこの街はちょっと怖いかな。デスゲームってここから始まったわけだし。俺たち SAO 生還者サバイバーにとってはそれが普通の反応だと思うよ。けどここはあのゲームじゃない。そのことは間違いないからさ。そっか、うん、そうだよね。せっかくセブンちゃんが招待してくれたんだから思いっきり楽しまないと。僕は SAO の街並みを見たことがなかったからすごく新鮮だよ。やっぱ ALO とは雰囲気が違うね。悪くないだろ、こっちの感じも。私もどこにどんなものがあるのか見ておきたいかな。それならまずは街の中を見物しようか。私が案内してあげるよ。それは助かる。よろしくお願いね。やったね。おすすめ。じゃあ私たちは街を回ってくるね。オッケー。あとそうだ、あ、そうだね。ふつつか者ですがよろしくお願いします。ちょっとおかしいでしょそのセリフ。よし、みんな登録完了。あ、なんで先に行くの？案内するの私なのに。にぎやかな観光になりそう。行ってらっしゃい、楽しんできなよ。そうね、行ってくるわ。よし、俺も今日から本格的に攻略開始だ。
国鉄球か。ここにはあまりいい印象がないんだよな。この場所はゲーム中にプレイヤーの HP が尽きた時、死に戻りする場所として用意されている。そして本来なら SAO でも同様でも、結局デスゲームと化した SAO では誰一人として死に戻りするなんてことは。くっそー、やられた。回復しなくてもいけるって思ったのが失敗だったな。リベンジしに行こうぜ。もう敵のパターンは把握できたからよ。おう、心配することなんてない。このゲームはちゃんとここに死に戻りする。さてと、フィールドに出る前にショップでも覗きに行ってみるかな。あ、ごめん、後ろに人がいるって気が。君は間違いない。あのメッセージが送られてくる直前に見かけた NPC だ。俺のことを追ってきたのか、それとも単純にここが徘徊ルートなだけなのか。ぼーっとしてました。あ、いや、こっちこそ気づかなくて。手を貸すよ。前にもここで会ったことはあるよな。話しかけてもこれといった反応はなし。となるとナビゲーション用の NPC ということはないよな。普通に考えればクエスト NPC だとしたら、クエストを開始するワードがあるはずだ。なあ君、何か欲しいものがあったりしないか。欲しいもの、違うか。それじゃあどこか行きたい場所があるとか。あ、発生した。発生とは。いやこっちのこと。目的地までの連れ歩きクエストってことみたいだな。よし、それじゃあ君の行きたい場所に案内するよ。わかりました。お、パーティーに入った。名前は、あれ、名前が空白だ。 HP ゲージの上に出る。クエストをクリアしたら判明するとか、そういったパターンなのかな。どうかしましたか。ああ、ごめん。それじゃあ行こうか。Thank you.